朝からカレー。何ですか、納豆入れてくるんですよ。しかもパスタも納豆カレーにして。これ何？とろろです。とろろ、はい。ご当地名物が全然ないね。はい、上野さんは朝からカレーで、お、カレーととろろかけもある。明太子はチーズ。食べ過ぎじゃね。そして自分はこのお茶漬けです。朝茶漬け。はい、納豆はカレーにかけますよ。定番やね。このスープは本当はパンやろね。はい、最後のフルーツですけど、今日は盛りだくさんです。いろいろあったんで目移りしちゃっていっぱい取ってきました。大丈夫かこれ。何が大丈夫ですか。量、多分これ桃やね。桃が名物みたいね、福島。そうですね。桃とろろ、山形のさくらんぼみたいな。おいしい。抹茶、結局梅のさんには関係ませんか。これがなんかわからない。とちもちみたいなやつだね。とちもち似てるじゃん、芸能の。とちもちと梅のさんは自分をこき下ろしたの。こき下ろしたって諦めた。マンゴーとブルーベリーソース。あ、持ってきた。いやですか。これが撮影しながらだと。食えないよ、ほら。そうですか。ん？ちょっとだけかけてきた。ストロベリーやろ、それ。はい。以前はパンばっかり食べてたよね、朝食。そうですか。そうですね。自分が食パン、トーストなんて贅沢って。金持ってるくせに贅沢ってよく言うよね。道楽もんとか贅沢もんとか。いや、梅野さん、金がないのに道楽もんのスタイルだからですよ。どういうこと？いや、あの、金持ちみたいな金の暮らし方をしてるってこと。そんなことないよ。吉野家で食べたり、ココイチで食べたら贅沢もんとか言うじゃん。梅野さんは贅沢が体に染み込んでるんですか。まだそんなよ。駐在時代の贅沢。駐在時代の贅沢。
でも新聞買わないですね。読む時間がない。以前は旅の時でも優雅に日経新聞を読んでいたんです。新聞を読んでる人っていうのは余裕があるなってふうに見えるんですけど、まあ電車の中で俺今新聞読んでる人いないですけどね。もうね、耳をひたすら自分のスマホをじっと見続けてます。今社会人とかスマホがなくなったらどうなるんでしょうか。と言いながらちょっとだけスマホ依存症の自分がそんなことを言うのもおかしいです、ね、スマホ依存症どころか4台持ってるじゃん。いやだから本当の依存症っていうのは風呂まで持っていくのなんかそういうんですか。犯罪者と一緒だ。犯罪者が5台も6台も持ってるじゃん、いろいろ。4台のスマホを持ってるからよ。4台じゃないですよ。しかも早速 iPhone14 Pro Max を買ったし。梅野さんの息子だって買ったじゃないですか。どうですか、使い心地はどう言ってますか。知らない。早速ガラスを割ったとかなんか。金持ちは違いますね。いや金持ちってそれで金かかるんだったら藤野さんは息子にそんなにそれを買えるだけの努力を与えてる金持ちですよ。